スペインリーグ第5節。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は磐田対大阪、こちらをご覧いただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ファーストハーフキックオフです。スペインリーグ第5節、磐田対大阪。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよね。そうですね、自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。中央へ折り返す、届きません。いや、今のはもったいないミス。ボールを下げてリズムを作るか。大阪が結構横に広くピッチを使ってますけどもね、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんですね。そうですね、あとはタッチラインまで開くことで中にいるディフェンダーを外まで釣ってこられるんですよね、そうすることで中央にバイタルができやすくなるメリットもありますからね。はい、この辺は人に対して厳しくいってますよね。足元大事に行きます。中に合わせてくるか、仕掛けるか、どうする、杉本。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。磐田としてはハット、さあ杉本、さあ一気にカウンター、スルーパスを出す、抜けた、ここ拾って次につなげたい大阪。クロスを入れる、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。次は頭で合わせてきましたね。磐田、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ウェリントン・シウバ、カウンターを仕掛けます。一人上がっていく、ここは体を張ります。このファーストハーフ最初のコーナーキックは磐田、大きくサイドチェンジ。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。さあ、北澤さん、前半ご覧になってどう思われました。磐田としては 0-0 とはいえまだ相手にシュートを1本も打たせてませんから、内容としては良かったんじゃないでしょうかね。ですからあとは突破口をどこに見出せるかが鍵になってきますよね。スペインリーグ第5節、磐田対大阪、前半を終え0対0、後半へと折り返します。後半です。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。山田、大阪、先日の試合では監督の采配についてバッシングを少なからず耳にしました。まあそうですね、あれは途中からディフェンスの枚数を減らしたのが良くなかったですよね。あの状況で後ろを手薄にすることはリスクが大きいですから、完全にそれが裏目に出てしまいましたよね。ボールはエンド、ボール入るか、シュート、ポストの左です。
両チームともメンバー交代があるようです。大きく縦へ、遠藤左サイドを上がっていきます。足元のクロス、大阪としては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね。まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね。縦へのボール、ハートリックへのボール、大津。そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが、依然0対0のまま動いていません。上がる、シュート、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。ここで一人で持っていく、こぼれてますよ。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。大阪、わずかな残り時間で展開していけるのか。ふわっと裏を狙う、ボールを早く上げたいところ、撫でるようなボールタッチ、低い弾道、さあ上が鳴りました。0対0、岩田引き分けて勝ち点1を手に入れました。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。両チームがお互いの持ち味をしっかり出していましたよね。目を見張る場面なんかもいくつかありましたから、引き分けとはいえ見応えのある試合内容でしたよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ第5節、引き分けて両チーム勝ち点1を手にしました。Thank you.